紋別競馬12レース、北東杯フェールマン賞です。能力偏差値ですが、S ランクが1頭、B ランクが1頭、C ランクが2頭のレースになります。これから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます。最後に適性を反映した予想印を公開します。指数の見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず最初に暫定20丸打ちました能力偏差値1位、2番の馬からです。2走前の川崎戦力を除き、黄色線を上回る指数を連続しています。特に3走前の川崎戦後では、黄色線を12上回る好指数を出しています。能力的には連帯確率は相当高いと思います。前馬比較してみると、この馬の黒色は、他の有力馬とともにトップクラスです。次に距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸、今回は1006になります。指数のピーク時は、前走の紋別では1200、3走前の川崎は1500。2走前の川崎1006で指数も落としています。なので1006は少し長い可能性が高いと思います。展開面を見ておきます。一角通過順位はオレンジ色の四角になります。指数のピーク時ですが、前走の紋別は2番手からの競馬、3走前の川崎では7番手からの競馬になっています。距離が伸びると中段からの競馬が良さそうです。ここで先行力分析シートを見ておきます。一角進入予想図ですが、逃げ馬が1頭、先行タイプが6頭ということで、ハイペースを予測します。先行馬の共倒れリスクを考えるべきだと思います。先行力で相当してみます。この馬の先行力は26で2番手です。マイペースで中段からの競馬ができそうです。次に暫定丸を打ちました能力偏差値に5番の馬になります。休み明けの前走黄色線上の指数をマークしています。休養前には好指数を連続しています。能力的には先ほどの20丸打った2番に迫ると思います。また、休み明け叩き2走目になりますので、その上積みも期待できます。距離を見ていきます。指数のピーク時ですけど、去年の9月、10月、10月が1008、9月が1007です。1006も守備範囲の可能性が高いと思います。展開面を見ておきます。指数のピーク時ですが、ここ7番手と4番手からの競馬になります。中段からのまくりが理想だと思われます。この馬の先行力を見ておくと、この馬の先行力は6番手です。中段から後ろめになるリスクがありますが、まあ、ハイペースであれば差しまくりは有利になると思います。その他の馬も見ておきます。暫定白三角打ったのは6番の馬です。昨年10月と8月にそれぞれ非常に優秀な指数を連続しました。前走は休み明け案外な指数でしたが、叩き2走目の上積みを期待すると、連帯資格は十分だと思います。まあ、ただし距離はもう少し短い方が良さそうです。次に暫定黒三角打ちました、能力偏差値4位、8番の馬になります。休養前は3戦連続で好指数を出していました。まあ、休み明けがどうなるかということですが、まあ、連帯資格は十分だと思います。次に暫定×を打ちました、能力偏差値5位、1番の馬になります。
3走前に、子指数を出しています。この馬も休み明け叩き2走目なので、その上積みを期待しています。連帯資格は十分だと思います。以上、適正分析を考慮した最終予想印です。本命20丸打ったのは2番です。偏差値は S ランクです。距離にリスクはあるものの、展開の面で高評価しました。対抗丸を打ったのは5番です。レース感覚を高評価しています。馬券の方ですけれど、20丸打った2番を軸に、相手は、丸を打った5、黒三角の6、白三角の8、ここまででいいと思います。